どうも皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、岡ライダーです。またいつもお世話になっておりますスピードモーターガレージさんに来ております。でね、今回の動画ですね、僕が今まで動画4年間やってきて最も心に残ったと言っていいオートバイ、そのオートバイの最新モデルにもう一回アンコール試乗レビューということで車両をご提供いただきました、ありがとうございます。今回岡ライダーが乗らせていただく購入ギリギリまで行ったバイクはこいつだ。ハースクバーナースバルトピレン250ですね。皆さん覚えていらっしゃいますか。これ2年か3年ぐらい前、このスピードモーターガレージさんで撮影させていただいて結構反響をいただいたんですよね。前回撮ったやつは401、まあ約 400cc のモデル でこいつはその後に出た250っていうモデルですね。あんま違わなくね、 400cc とって思ったでしょ。その通りでございます。見た目とか仕様はほぼほぼ 400cc と同じです。まあ具体的な違いで言うと、まあ排気量が違うんでエンジンの中身がちょっと違います。ほら、ホイールがアルミのキャストホイールになってますね。まあちょこちょこ違いはあるんですけど、違いがわかる詳しいあなたコメント欄で教えてください。はい、それではこのスバルトピレ250の細部を見ていこう。モノクロのゲームボーイみたいなこの簡素な感じ、僕好きやで。オプションなのか純正なのか、最初からこれバーエンドミラーですね。非常に質感が高いでございますね。そしてこのヘッドライト、ネオレトロな感じですね。ウィンカーももちろん LED ですね。で、先ほども申し上げました通り、400と125はスポークホイールなんですけど、なぜか250だけアルミのキャストホイールってことですね。この倒立僕は WP アペックスですね。ブレンボ規格のバイブレラジャルマウントですね。 250cc クラスでこの足回りはなんて贅沢なんだ。ナンバープレートどこ、ここでした。はい、これダートトラッカー的な感じですね。ほら、タイヤもねこんな感じで、ちょっとダートっぽいねタイヤを履いてます。はい、これね、もう本当に印象残ってるんですよ。僕乗った時の楽しさっていうか、もう排気音の心地よさ、全てが高次元でバランスしている、そんな感じのバイクだったんですよね僕の中で。 250cc なんで、あの前回僕が大絶賛した401とはちょっとねパワーとかね排気量は落ちてるんですけど、スピードモーターガレージの店員さんが皆さん口を揃えて250いいよと、こいつがどんないいバイクなのかっていうのをこれから確かめていきたいと思います。はい、さあ早速走っていきましょう。こうやってグローブつけるときに置く場所結構困りません。ここ物が置ける、あーこれ便利。というわけでまたがっていきましょう。よいしょ。おほ、足つきは正直あんまり良くないですね。僕身長180ですけど、ギリギリかかとついてますね。おお、トトトトトって感じじゃなくてドルドル感がありますね。行くぜ。おお、想像よりも速い。250cc 短気そうですけど、速い。どう速いんだって話ですけど、アクセルはあまり開けなくても、ぐいぐい前に車体が出てきます。これはまあ短気筒のいいところですね。乗りやすいですね。ご存知の方多いと思うんですけど、このハスクバーナのこのスバルトピレン、ビットピレンシリーズ、KTM のデュークがベースになってますね。ハスクの方が KTM よりかは、ちょっとこのマイルドな感じになってるんですよね。なんか。250cc とは思えないんだが。ビリビリする。あ、ビリビリする。ステップがビリビリして足の裏が痺れますね。国内モデルにも 250cc 短気筒モデルってあるんですけど、あちらよりもだいぶこの性能に捨て振りしてる感はやっぱりありますね。元気元気。さーて、このバイク乗ってみて何気筒でしょうかって言われたら、多分これ僕250とは思わないですね。350から 400cc ぐらいですかって言っちゃいそうなぐらい、トルク感とパワー感はありますね、それぐらいの。で、この角張ったこの感じ、ほんと何なのこれ。ちょっとこれ、あのスバルトピレンオーナーの方でここを有効活用していらっしゃる方がいたら、どんな感じ使ってますか、ちょっとコメント欄で教えてください。これ何に使うんですかこれ。あとこのバーエンドミラーいいわ。この質感がいいですよね。この差し色のイエローいいですよね。このなんていうのこれ、ラジエーターカバーっていうのかな。サスペンションもね、やっぱこいつ車高が高い、まあ半分ダートトラッカーみたいな、そういったモデルですから、しなやかにストローク量が多いんで、乗り心地は非常によろしいでございますね。まあその分足つきは悪いんですけどね。あとほらハンドル切れるんですよね、ほらこれ狭い小道とか砂利道っぽいところですね、そういったところに行くと、このダートのタイヤがいい感じにね、ダートにもグリップしてくれて、多少の砂利道でも何のそのって感じで行ってくれますし、あとハンドル切れるんで U ターンとか街中での取り回しも非常によろしいんですよね、これ。あ、思い出してきた思い出してきた、スバルトピレンってこんなバイクだった。あ、ちょっとしたコーナリング、ここ G310 の時も通ったな。もうブロックタイヤですけど、全然そんなにグリップ感がないってことはないですね。うん、いい。それネイキッドなのって言われたら、いや、ネイキッドではないかな。え、オフロード車モタードって言われたら、モタードでもないな。まあ、その中間あたりって感じですね。はい。オンもオフも狭いところも歩道も行ける。うん、ステージを選ばないいいバイクですね。このスバルトピレンの良さ、もう一つ大事なことを言うのを忘れてました。はい。こいつはですね、軽いです。アメリカンクルーザーの2分の1ぐらいの車重しかないですよ。軽い車体にパワフルな軽い 250cc の短気筒エンジン積んでるわけですから、信号が赤から青に変わった瞬間のパーンというこのね、ロケットスタートはですね、大型バイクも下手したら置いていけるぐらいの勢いがありますよ。左コーナーで、おら、おっと、
接地感が半端ねー。何なんだろうこの軽いのに地面にベタッとこの押さえつけられてるようなこの安心感。 50cc のバイクとか僕も昔乗ってたんですけど、やっぱりこのちゃんとタイヤが地面に張り付いてないんじゃないかという不安があるんですけど、こいつ軽くて250なのにベタッとこの地面にゴムが、タイヤのゴムが張り付いてるんですよね。なんだこれは。これ思うにサスペンションがいいんですよね。さっきも言いましたけど、ハイグリップタイヤでもないのに安心感のあるこの接地感、グリップ感、これはさすが超いいバイクだ。気持ちいい。峠が超気持ちいい。またはねこの上り坂はねさすがに 250cc なんで、こんな感じでこうやってシフトダウンしてアクセル全開にしないとね登っていけないシーンもありますけど、それが面白いんですよ。シフトダウンしてアクセルを全開にしてこのね坂を駆け上っていく、これは 250cc 単調の面白さだ。ちっちゃいバイクなんで自分の手足のように動く感じがすごく面白いですね。それにこの短気筒とこのサスペンションですよ。美味しい。実に味わい深いバイクだこいつは。路面がガタガタしてても全然お尻痛くならない。これ意外とこのシートはですね優秀で、カットしてますけどこれも1時間以上乗ってるんですよ。でもお尻が全然痛くならない。はい、優秀ですね。この短気筒のこの音と振動よ。あ、行けるとこまで行ってみよう。これはどうしたもんか。行く？行ってほしい？行くか。まあ、こいつの走破性能の高さをね見てもらうためにはちょっと、ガンガン行けるぞこのバイクなら。行ける行ける行ける、全然行ける。オフ車かこれは。ここはもう山に差し掛かってるんで、さすがに U ターンしましょう。はい、そこでこいつの U ターンのしやすさ、ほら軽い、そしてこのハンドルが切れる、ほらこんな細い道でも U ターンできるべ。はい、切り返して1回切り返し、はい2回切り返し、2回切り返しで U ターン、こんな狭いのに。すごいすごいバイクだね。ダートも走れて2回で切り返しできたよ。それなんてバイク。アスクバーナスバルトピレン250。おお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 おパラッキーっていうツーリング仲間と 1000cc のネイキッドでこういう道をよく走ってるんですけど、このバイクこそが僕のツーリングバイクとして最適解なのかもしれないですね。これ買った方がいいんじゃないかなこれ。山を抜けた。というわけで帰りましょう。はい、いかがだったでしょうか。スバルトピレン250。この取ってないところでも結構走り回ったんですけど、特に面白いなと思ったのがあの下りの峠。ストリートにおけるこのコーナリングって安心して楽しく曲がれるのが僕一番重要なんじゃないかなと思ってるんですね。速さよりもタイヤのグリップ感もねすごくて、接地感もすごい安心感あるんですよ。ツーリングライダーの僕でも、そんな僕でも下りの峠をですね、ワインディングをですね、コーナーアウト側の遠心力のかかったステップに体重を乗せてグーッと曲がっていくようなね、僕でもそんな楽しみ方ができてしまうこの懐の広い 250cc。 いやいいバイクだこれは。僕が欲しいなと思ったこのスバルトピレン401の、まあ、250番ですけど、間違いなくいいバイクですね。はい、パンチ力とかはねやっぱりこの400にはかなわないんですけど、まあ、十分速い。それでは排気音を聞いてお伺いしましょうか。